櫻坂46の最新シングル I Want Tomorrow to Come が 515,826PT を記録し、自身通算9作目となる1位を獲得した。週間ポイントの内訳は CD 487,957PT、 デジタルシングル単曲 1501PT、 デジタルシングルバンドル、ストリーミング 26,368PT。 作は同日付オリコン週間シングルで初週 48.8 万枚を売り上げ、初登場1位に。また同日付週間ストリーミングでは4位にランクインしており、 CD 売上枚数のポイントが大きく牽引しつつ、ストリーミングのポイントも積み上げ、合算シングルでの1位獲得となった。また櫻坂46は同日付オリコン週間デジタルアルバムでもシングルの前後形態全7曲をコンパイルしたデジタルアルバム I Want Tomorrow to Come スペシャルエディションが1位となっており、オリコン週間1、3冠となった。その他最新の週間合算シングルでは5位にクリーピーナッツの音のけ音のけがランクイン。作は同日付週間ストリーミングでは1位を獲得、同日付週間デジタルシングル単曲で4位にランクインしており、これらデジタルのポイントが好調で合算シングル5位に。先々週21府から3週連続の週間合算シングルトップ10入りとなった。オリコン週間は合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、デジタルシングル、単曲、デジタルアルバム、ストリーミング、ミュージック DVD、BD の8、合算シングルとは、合算とは、CD の売上枚数、デジタルダウンロードの DL 数、ストリーミングの再生数を合計した。オリコンでは、CD、デジタルダウンロード、ストリーミングをそれぞれ発表した上で、それらを総合したオリコン合算シングルを発表。詳しい集計方法は、弊社ウェブサイト、オラカニュースを参照。 PT イコールポイント。今年度は、2023年12月25日付、よりスタート、週間合算シングルは、2018年12月24日付、よりスタートクレジット、オリコン調べ、2024年11月4日付、集計期間、2024年10月21日から27日。